で赤ちゃんとはちょっと言えないんですけど、いまだにまだやっぱりね、子供子供しています。で、サーバルの大人はもうちょっと手足がシュッと長くなって、こう本当にエジプトのなんかスフィンクスの前に座ってる、ああいうこうかっこいい猫になるんですけど、で特徴は耳の大きさです。で今日この子たち の命名式をやります。12時半までだったかな、お名前募集してますので、ここ終わったらアニマルステージに行ってください。で多分アニマルステージでお名前に投与していただくようになっています。で命名式にそのまま、並んでいただいたら、出ていただいたら、もしかしたら、ぬいぐるみプレゼントが当たるかもしれません。で、サーバルは獣フレンズっていうアニメがあって、それの主人公がこのサーバルなんです。でサーバルちゃんっていう女の子なんですけど、愛媛ではテレビでやらなかったんだけど、関東の方とか非常に大ブームになって、でわざわざ遠いところからサーバルを見に来られたっていう方が、この前のゴールデンウィークの時にも相当たくさんおられるんで、みんなねすっごいカメラ持っておられるんですよ。で、すごい、本当にすごいです。で、そのサーバルちゃんの声役、声優さんっていうんだけど、サーバルちゃんの声をやってくれた人がゆかさんっていう声優さんです。でうちのサーバルの女の子がたまたまね、お名前がゆかちゃんなんですよ。でその偶然の一致もなんかすごいネットの世界で話題になって、で戸辺のゆかちゃんを見に行こうっていうあれがすごい上がったみたいです。でこの子がさ、どんなお名前になるかで、ね、5つお名前を選んでます。その中から自分が一番でこの子に名前つけたいなって思うのを選んでもらうといいかなと思います。ありがとうございます。じゃあぜひ命名式まで行ってくださいね。で、この控えが大事です。で番号を書いてあるので、で投票箱からね、選んだ番号をお呼びします。でその時にこの番号札がないと、絶対3番やったのにって言ってもちょっとねっていうことになるので、投票した方は絶対この判決を持っててください。はい、じゃあみんな写真撮りましたか。ここはですね、今日これ特別です。おーい。